飛騨高山に来ました。できました。豆腐だらけの定食。すごい、これ湯葉。これも湯葉か。いろんな豆腐が味わえます。すごいよ。いただきます。どれくらい食べる前。うまっ。2年、2年、1ヶ月くらい。はい、上で唐揚げ。あ、すごい。アルパリア。すごい。食べて食べたい。おすすめ。唐揚げ。てか、湯葉って揚げれるんだね。すごいよ。近くに座ってたお父さんがめっちゃ美味しいって言ってはったから頼みました。いただきます。うん、何これ、すごい食べたことない食感。ちょっとトウモロコシみたい。個性になる。何このほんま食べたことない食感なんですけど、これなんじゃこや。美味しい。ほんま全然いける。さっちゃんビール美味しい。すごいよ。名誉総裁内閣総理大臣佐藤栄作さんからすげえ賞をもらっておりますよ。このお店すごいよ、街並みが。飛騨牛の握りが人気や。
お土産屋さん。うわぁ、サルボボや。サルボボいっぱい。ウシボボ。ウシボボ？うん、ウシボボや。これすごいよ、カフェ。クラやで。クラのカフェ。うわ、すごいな、まだ続くんだね。もうちょっと。うん。もうなしや。うまい、あっちがあったのめっちゃすごい。広。広い。思ってた以上に高山のこの街並みが広い。右手が醸造屋さん。お店屋さん。お醤油を持ってる。はい。あ、こんな風にしとう。あ、すげえ。え、すげえ。あ、味噌と麹味噌半々。うわ。おいしい。見て、息子さんまだ来てる。酒のテーマパークやって、すごいね、なんか信じてるね。あー、みんな酒も有名なんだ。でも、あ、お土産屋さんがすごいね、いっぱいあるし、お食事どころもいっぱいある、うん、めちゃくちゃ楽しい。すごい大きい釜。なんかちょっと京都っぽい。京都っぽい。お店もいっぱいあるし、食べるとこもあるし、もう最高。アーケードが感じになってるのかな。うん、 おにぎりが好きなんだな。おにぎりが好きなんだな。黒から揚げをください。黒から揚げ380円。すごい真っ黒。これ椎茸とひじきの粉で黒くしてるんやって。匂い、いい匂い。長良川サービスエリアの名物黒から揚げを買いました。めちゃくちゃ黒くて一瞬焦げてんかなと思うんやけど、ひじき
ぎの粉と椎茸でこんだけ黒くなってるらしい。すごいよ、ほら。いい席。うん、結構でも味は濃いめやね。でも冷たいってふんわりとしいたけのうまみが出てくるから、うん、うん、おいしい。唐揚げじゃないな、唐揚げないけど風味が全然唐揚げじゃないから、匂い、なんか噛めば噛むほどうまみがすごい出てくるから、ビーフジャーキー食べた時もさ、ずっと噛んでた感じだ。いろんな旨味が出てきてめっちゃ美味しい。いや、そんな感じだよ。なんか、うせだ。ビュー！岐阜県は日本一トンネルが多い県らしくて、最長10キロのトンネルもあるらしい。In the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no